おはようございます。5月3日月曜日の現在朝8時を回ったところでございます。平山茂と申します。おはようございます。ちょっと今日はですね、漫画喫茶インターネットカフェに一泊しました。理由は夜寒かったからです。ちょっと車中泊の仕様ではあるんですけれども、ちょっとね、その昨日の夜の気温にはちょっと対応してなくてですね、ちょっと凍えるような寒さだったのでまずいと思いまして、インターネットカフェに一泊しました。はい、大丈夫でした。本日5月3日はですね、どこに行くのかと申しますと、今日は岡崎城に行きます。よし、ということで出発します。8時6分、下道で行こう。さあ、岡崎市までですね、掛川の今いたところから約100キロぐらいの今日は道のりとなります。下道だとまあ約2時間ぐらいということで、10時半ぐらい、間に合うか。今日もですね、今日もじゃないですね、今日岡崎城でですね、ちょっと実は友達に会う予定がございまして、その友達がもしかしたら10時半ぐらいにね、岡崎城に到着するかもしれないんですよね。なのでそれまでには間に合わせたいので、下道で2時間、ギリギリですね。まあいいでしょう、下道で行きましょう。ゴールデンウィークだし平日じゃないから大丈夫でしょう。そんな渋滞ないでしょう。岡崎インターで降りて岡崎市内ですね。もうすぐインター降りて結構近くに岡崎城、岡崎公園というのはあります。岡崎公園、ちょっと駐車場に車を止めます。
今目の前の橋がですね、国道1号線でございます。で今向いてる方向としては北を向いてます。でこれを南の方、東回りの南の方へ向くとこういう感じで、岡崎公園でございます。岡崎公園の中に岡崎城があるというね形でございます。街並みといいますか、本当にこの川とともに存在してるというね、なんか好きですね。掛川城もね、目の前に川が流れてたりとかっていうのがあるんですけど、ここは実はこの今目の前のこの川、細い川とその先に大きい音川というね川がこう合流する部分なんですね。そんなところにこの岡崎公園はあります。かっこいいですね。ちょっとこの目の前の橋を左の方に渡りたいと思います。ここが川が合流するところですね。これ右手の川とこの左手奥にでっかい川、音川がございます。そしてこの上、この橋みたいなやつは名鉄電車ですね。
ちょっとお城の方上がりますね。まだもう一段上になってますんで。どこ行けばいいの？どこ行けばいいの？どこで今だめなこと？ねえ、エネカラブラムです。メインかな、入り口は。今はここですね。これが1号線です。僕が最初歩いてたのはここ最初歩いてました。私はここを歩いて川合流するところこっち行きましたね。こっちの方から本丸の方に入りました。今ぐるーっと回っていっぱい、まあお堀があるんですけども、お堀を避けて今この七軒ゲートですね。これが七軒ゲート、すごい立派ですね。ここもまあ神社。先ほど紹介した音川というね、大きい川の方、大きい川を渡った側に今車で移動しております。こちら側からまたちょっと岡崎城が綺麗に映せるんじゃないかなと。さあ、ここは先ほどの名鉄電車の踏切でございますね。ちょっとね、おじいちゃん先行ってもらって、
しますよ。おじいちゃんすいませんね。ですね、掛川市を出発しまして、愛知県岡崎市にある岡崎城と、まあ、岡崎公園ですね、こちらをちょっとぐるっと回らせていただきました。まあ、岡崎は愛知県民としては馴染みのある場所ではあったんですが、今日みたいにですねゆっくり歩いてぐるぐる回ったっていうのは今回が初めてでございます。改めて良さを再確認しました。さあ今回4月30日日付変わって12時40分からスタートしたこの一人旅企画でございますが、この岡崎城を持ってゴールとなります。本当にこの4日間ですね、動画を見てくれた皆さん本当にありがとうございました。本当にありがとうございます。一旦家に帰りますが、旅はまだ始まったばかりでございます。これからも毎日毎日大丈夫って言い続けますから、ちょっと仕事で嫌なことあったな、疲れたな、学校で嫌なことあったな、ちょっと落ち込んだりですね、本当に辛い時、そんな時は私のこのくだらない何の意味もないこの動画を見てください。一瞬かもしれませんが僕の世界に飛び込んで嫌なこと忘れましょう、忘れましょう、大丈夫だから、うん、大丈夫、この動画見てたら大丈夫だから、うん、楽しく行きましょう。毎日毎日あなたの前に私は現れます。そしてあなたの背中をさすり続けます。大丈夫だよ、大丈夫だよって、一緒に一緒に楽しみましょう人生を。僕と一緒に楽しい人生を行こうじゃありませんか。うん、私は大丈夫だよって言い続けます。それが全てだと思っております。とにかくまた明日会いましょう。また明日お会いしましょうね、絶対ね。ということでご視聴ありがとうございました。ちょっと暗いですか、しょうがない。平山茂でございました。また明日会いましょう。それではありがとうございました。おやすみなさい。